はい、どうも、うずです。今回は久しぶりで、ほんと久しぶりなんですけれども、自分の部屋をそのまま公開するという動画やってみたいと思います。昔ね、何度かやったことあるんですけど、ほんと久しぶりなんですよ。ただ、昨日、ちょっとこの部屋で私のプライベートを撮るっていうね、ちょっとお仕事で来られた方がいて、部屋をある程度片していたので、まあ、公開するなら今だろうと思って、やっちゃいます。はい、私の部屋公開、行ってみたいと思います。興味がある方はご覧ください。で、私の部屋をちょっと広く見るとこんな感じですね。こんな感じで、私の部屋がございまして、結構物がごちゃごちゃとあるかなというのがお分かりいただけると思います。ただ、足元見るとかなり整理されてます。ここで昨日撮影をしたので、はい、綺麗な状態なんですが、まずね、これですね。入り口側、私の部屋、入り口からこう入ってきますと、左手に愛車ですね。ロードバイク、シナプスくんと、あと、これがサイクルウェアとかがここにこんな感じで無造作にかけられてます。すぐにね、動けるようにしてるんですよ。と言っても、まあ、2階なので、このロードバイクをいつも外に出すときは、階段、狭い階段を、これを担いで降りなきゃいけないんですけど、まあ、こんな感じでロードバイクが置いてあります。はい。で、手前にあるこの三脚、スリックのちょっと大きめな三脚は、私が YouTube 動画部屋の中で撮るときに必ず使ってる三脚で、もう15年ぐらいの付き合いになります。非常に長い付き合いの三脚。まあ、ロードバイクに関してはね、自転車チャンネルの方でよく出してるから、ここで紹介することもそんなないとは思うんですが、最近お気に入りなのはこのオルターロックっていう、防犯アラーム装置をくっつけたので、スマホと連動して、振動検知し、大音量アラームが鳴ってくれるっていう GPS 搭載のデバイスになってます。これが今、最近つけたもので気に入ってるものですね。はい。で、ロードバイクの右側、こちらの棚には漫画本とか、ちょっと上の方は PS3 とかね、普段使わないものをもう上に乗っけてるんですけど、漫画本ですね。あと、オーバーロードですね。結構好きなんで読んでたんですけど、ちょっと何巻か足りないものがありますね。はい。基本的にジャンプ漫画が好きなので、ジャンプの漫画と、あとは、7つの大罪。これ、下の娘が大好きなんで、一番手前に置いてあります。全巻揃ってます。はい。で、7つの大罪などが置いてある段の下がカメラ関係になってまして、奥が EOS 40D ですね。昔から、そのまま置いてあるやつ。で、キヤノンの EOS 70D にパナソニックの GH5。このあたりはまだ利用することがあります。ちょこちょこと。で、レンズ関係が置いてありまして、これですね。最近ちょっと使ってないんですけど。はい。音響の DPX1 ですね。しばらく愛用してたデジタルオーディオプレイヤー。これはまだ手元にございます。最近はウォークマン使っちゃってるんですけど。はい。で、その棚の下がまたレンズとかカメラ関係のものを多く置いてあります。で、下もごちゃごちゃしてくるんでね。だんだんこの辺ちょっと省略させていただきます。ちょっとこの辺全然片付けられてないんでね。はい。で、本とカメラの棚の右側に移動すると、ちょっと私の作業スペースに入ってくるんですが、足元に置いてあるのが、大きいパソコン。これ昨日撮影に来た人もびっくりしてたんですけど、まあ、ちょっと大型な PC ケースに入った、Windows パソコン、自作パソコンになりますね。中は、細かくはちょっと今回紹介しませんが、少しイルミネーションがかかってるメモリと、簡易クーレーの CPU クーラーを搭載している自作 PC になります。で、このちょっとね、こちら側の棚あんまり普段私触らないので、ちょっとごちゃごちゃといろいろ物が詰め込んである状態になってます。あまり利用されてないです。で、上になると、PC 関係の音を出しているケンウッドのコンポが置いてあります。これももうしばらくずっとね、このコンポを利用してますね。これも10年ぐらいになるのかな、もう。だから私の場合はパソコンの音は、このケンウッドのコンポを通して、ステレオスピーカーですね、出している形になります。で、スピーカーの上には常に置いてある、ちょっとお守り的な EOS キスデジタルの初代機ですね。これが置いてありまして。で、右側が最近気に入って使ってる、円形の ND フィルター可変式のやつですね。これは外で撮影するとき、特に動画のときに利用してます。はいはい、こんな感じで。で、こちらも結構綺麗に今なってるんですけど、はい、整頓されてる形になります。 iPad とかね、 Windows 機とかでそのハブになるものですね、この辺に置いてあります。で、これ Intios のペンタブは最近使ってないから、本当はもうちょっとここ置いといてもしょうがないんですけど、ちょっとペンタブ以前使ってた名残ということで、はい、ここにちょっと置いてあります。はい。で、作業スペースの正面に移動するとこんな形でトリプルモニターですね。Windows パソコンには、トリプルモニターを接続してまして、3つのモニターで普段作業をしてます。主に作業のメインは中央のモニターになるんですけれども、右側に素材を置いたり、まあ、ツールパレットですね、置いたりとかして、3つ併用してて、ウェブブラウザも立ち上げて資料を見ながら、動画を作る、ネタを作るってことが多いです。で、上にあるポール。はい。このポールはマイクを取り付けたり、あとはソニーの ZV-1。このカメラをつけて、こう、俯瞰撮影をするときに使うことがある、
スティックになってます。でモニターの右側に行くと、これ最近ロジクールから送っていただいたウェブカメラですね。かなり高性能なので気に入ってます。取り外して三脚にくっつけることで、ちょっとパソコンのモニター上以外でも利用価値、利用できるシーンがあるので、大変面白いウェブカメラになってます。ちょっとね大きめになるんですけど、ボディのサイズ感が。で、ヘッドセットは今1個だけここにかけていて、これはちょっと昨日動画撮る兼ね合いで、ロジクールのヘッドセットここに置いてるんですが、ここは結構入れ替わったりします。ハイパー X とかコルセアとか。はい、で手前にある、手元のところですね、ここが普段打ち込んでいる、キーボード、ハイパー X のゲーミングキーボード。あとは奥に、まあ、ここはねコロコロ物が変わるんですけど、今コンパクトカメラで、動画屋の ZV-1 とスナップシューターの GR3 をここに置いてることが比較的多いです。で左手にあるのが、おいしょ、これね、にゃ、はい、コルセアのスチームドックって言って、あのボタンにショートカットのアプリとか操作をインストールしておくと、それを押すだけで、パソコンの方でさっとね起動してくれて、アプリケーションを利用することができるので、こちらもよく利用しております。でマウスの方は結構数があるんですけど、あ、マウス、すいません、左手の時計数の忘れてたね。今日これ、あの普段私が左につけてる、G-SHOCK の、あのお気に入りのやつですね。はい、これ私の左腕用の本当は時計なんですけど、今つけ忘れてました。机によく置いてあることが多いです、ここに。でマウスなんですけども、普段私使うのが、このロジクールの MX マスター3っていうのを利用することが多いんですが、これは Windows、Mac、iPad、3つね登録できるんで、連携してシームレスに活用していることが多いです。ただこれがちょっとバッテリー切れちゃうとかある場合、充電忘れてて、そういった場合はこちらの古くから使っているレイザーのマウスを利用しております。これももう付き合いは6、7年になるのかな、長いね。でロジクールマウスに関してはちょっと私レビューとかねやってる兼ね合いで、マウス多めになってまして、ロジクールの同じ MX マスター 4Mac っていう Mac の方に最適化されたマウス、形同じなんですけれどもね、同じものが2つという形になっております。以前から出ていた MX マスター3と 4Mac っていうタイプです。まあどっちもね Windows Mac 使えるんですけどね。はい、とあとは携帯に便利な Anywhere 3っていうものを持ってます。はい、こちら可愛いマウスになってます。女性に人気があるそうです。あのカラー展開もあるそうなので、こちらのマウスはAnywhere 3ですね、覚えておいてください。はい、で一番机の端に置いてあるのが、そんなに使用頻度ね多いわけじゃないんですけど、 EPOS の、 あのスピーカーマイクということで、会議室とかで使うのには本当に便利なもので、ビームフォーミングで声を拾ってくれる、非常にスピーカーマイク両方の機能が優れてるデバイスが机の上に置いてあります。まあちょっとこれうちに置いとくにはちょっともったいないかもしれないですね。本当に小会議室とかに置いときたいスピーカーマイクです。はい、でこれちょっと昨日レビューやったから、ロジクールのクレヨンっていうペンですね。タブレット用のペンで iPad と相性がいいんですけど、あの筆圧検知がちょっと利用できないんですけど、あの子供のお絵描きとか、さっとね、メモを取るんだったらすごく役立つペンになってます。はい。で、少し見上げると、ここにあるのがお気に入りのブルーのイエティ。私が喋るとき、パソコン通して喋るときはこのマイクでほとんど喋っております。で、マイク候補が私いっぱいあるので、本当はですね、この足元に今しまってあるんですけど、はい、こちらですね。こちらはコルセアのゲーミングマイクになってまして、スタンドマイク。これも垂らせるんですけど、こっちは声がね、割れることがない、あのシステム搭載してるので、ほんとこっちもね、利用できるんですけど、まぁ、ちょっとどっちつけるか迷ったところで、今はイエティの方を利用しております。まぁ、これちょっと状況によって、気分によって変えることがあるかもしれないです。ポップガードもね、こちらはいただいてるんで。はい。で、ここでですね、最近私の動画でよく登場している、レビューがね、単体のレビューができてなくて申し訳ないんですけど、これ、ソーンウィルっていうのかな、あの、いろいろ調光の調整ができる、スティックライトになってまして、これを利用して、壁にいつも間接照明的な明かりを加えております。最近の撮り方はそうなってるんで、これすごく今は、私、重宝しております。ただね、ちょっと写真撮影とか動画撮影、別の撮影方法で、利用するやり方をまだやってなくて、YouTube レビューしてない状態になります。はい。で、さらに右手に行くと、こちらが最近導入されたハイセンスの50インチのテレビになります。あの、今まさにゲーム、ちょっとね、つけた状態にしてるんですけど、ゲームプレイするのにすごく相性がいいテレビになっているので、ゲームモード搭載してるんですよね。あの、動きがこう、滑らか優先みたいな機能が入ってる。なので、こちらを今、メインのゲーム、モニターとして使ってます。で、こちらスイッチをつなげてまして、スイッチは、あの、モンハンをね、最近集中してプレイしているので、使いやすいグリップコントローラーを別で購入して利用しております。で、リモコンと、で、ここにちょっとロジクールの
キーボードが2つ並んでるんですが、これも昨日撮影するために4Mac っていうタイプのものと、あと従来から使っていたものっていうので2つ、あの種類はね一応別になるんですけど、はい、用途としては同じタイプのものがございます。ただキーボードがですねちょっとタイプが別で、こっちの 4Mac の方と普段から使ってる方、はい、こんな感じでエンターのところを見ると分かりやすいと思うんですけど、日本語キーボードとそうでないもので、ちょっと私本当はこっちに慣れちゃってるからね、エンター大きくないとすごく打ちにくいんですけど、まあこれはこれで Mac 最適化されたキーボードということでレビュー用にちょっと使わせていただいてます。はい、ロジクール製品が現状多めでございます。はい、でロジクールのキーボードはすぐ使えるようにここに置いてあるんですけど、その右側にゲームコントローラー、 PS5 のコントローラーとスイッチのコントローラーをプロコンですね置いてあります。あとソニーの ZV-1 用のグリップですね。この辺は普段結構利用頻度が高いものが置かれております。せっかくだから腕時計しよう。はい、じゃあこの状態で続けていきます。で足元、こちら PS5 が置いてありまして、 PS5 は結構無造作に置いてあります。スイッチと切り替えてね使えるような状態になってます。まあ今現在ニーアレプリカントを PS5 で遊んでるので、結構稼働率は高めになってます。あ、左の配線はちょっとすごく汚いんでごめんなさいね、ごちゃごちゃなんですけど、本当は綺麗にねまとめるのがこういうねお部屋を見せる動画っていいんでしょうけど、すいません私ちょっとケーブル汚いままです。で、こちら側、右にさらに行きますと、俺の自販機ですね。この後暑くなってくると活躍しそうなんですけど、自販機が右側にあって、このね、ボックスの中にはマジックギャザリングのカードがいっぱい入ってるんですけど、まあまあ開くことないです、普段。で、妻が出かけ先でちょこって買ってきてくれたガチャガチャで出るキャノンのカメラですね。これはちょっと妻が結構気利かしてくれて買ってきてくれました。可愛いカメラですよね。EOS X-M かな。で、あとはここにまた使用頻度比較的高めなんですけど、ソニーのヘッドホンと、あとはよいしょ、ゼンハイザーのヘッドホンを置いてあります。はい、この辺りにあるのはね結構ね使う、よく使うものが並べられてるね。はい、で上上がると、これはまあちょっとねもう紙が入ってるんで、もうこの中にあるものはねこの部屋にあるガジェット全てのものを合わせても比較できないぐらいの紙が入ってるんでやばいでしょ。うん、ほんとそういうのなんだよ。ほんともう尋常じゃない愛し方をしてるんで、はい、それはちょっとお見せできないです、アップでは。はい、で、昔子供たちとよく遊んでた AI ロボットですね名前忘れちゃったよ。たまにね、たまに下の娘がね思い出したように遊び出すんですけど、はい、と、ホットショット、まあ最近走らせてないですね、もう置物ですね完全に。あれなんだこれ、6プラス、はい、がなぜかここにありました。すいません、ちょっとこれは片付けとこうと思ったら置きっぱなしだった。はい、でこちらはゲーム用に使ってるコルセアのワイヤレスヘッドセットですね。これもかなり音が良くマイクの性能もいいので気に入っております。ワイヤレスです。 PS5 とかでも利用できます。で、ここは現在お借りしてるカメラをここに置かせてもらってます。でこの後レビュー動画しっかり作りますので楽しみにしておいていただきたいんですが、タムロンのこの後発売される、まだ未発売です、発表はされてるんですけど発売はまだな、レンズを2本、タムロンからお借りしてるので、このカメラを大事に、ソニーのね α6600 と、α7M3 と一緒にお借りしていて、ここに待機状態でございます。はいいかにもねこの後行くよっていう感じでね、ちょっと待機で、あとはまあそんな見せるところは右があるか、照明関係が2つですね。私はこちらの円形の照明と、あとこちらのワイド型の照明を使って、よく自分に光を当てて動画を撮っております。で本棚の方は細かく言うところはないと思うんですけど、まあハンターハンター、富樫先生大好きなんでハンターハンターがあるのと、僕ヒロも最近はしっかり集めて読んでいます。途中で、ね、止まってたんですけど最近最新刊まで揃えました。でジョジョリオンがあって、大の大冒険はちょっと読んでて途中で止まっちゃって、集めきってないです。はい、こんな感じで本が置いてあります。で本は二重に置いてあるので、この今手前にある本の奥にさらに本が置いてあります。結構多めっていう形になるのかな。あ、ドクターストーンもあるね。で下の方は小説関係とか、ちょっとそういった雑誌とかかなが置かれてる状態になります。小説関係はもうだいぶ処理にしちゃったんですけどね、実家出るときに、だいぶ昔の話な。はい、で本棚の方から右へずれてくると、ここにはガジェット系のアイテム一応並べてる形になりますかね。あまり整頓できてないんですけど、普段私よく自転車で持ち出すアイテムですね、首掛け仕様にしてる GoPro Hero 9ヘルメット、あとはソーラーパネルがついてるモバイルバッテリー、あと工具と、あれがこれ骨伝導のイヤホンが3つ重なってるんですけど、はい、アフターショックの
骨伝導イヤホンがここにかけられてます。すぐ使えるように。で、サングラスに、あ、サングラスはこれユニクロのサングラスですね。あんまり出番が最近ないかな。で、ここは小型カメラが集められています。GoPro とかチェキとかですね。はい、あとインスタ360もここにすぐ持ち出せるように置いてあります。で、これが、サンコレアモノショップさんがこれも送ってくださったんですけど、夏場とかに使えるね、ここに、あ、冬でも使えるか。ここにね、温度を調整できるものがついてて、飲み物を常に冷やしておいたり、温めた状態で置いといたりとかができるレアモノショップさんのアイテムがございます。あとはまあ、女神転生のね、限定ボックスか。と、ドローンが最近出番ないですけど、マビックプロがここに置かれていて、キャノンの、望遠鏡型カメラ、モバイルバッテリー、あとは完全ワイヤレス型イヤホンがここにコロコロっと転がっております。まあ利用率はやっぱりソニーの WF-1000X-M3 が一番多いですかね。はい。で、モバイルバッテリーとか、これもサンコレアモノショップさんのやつですね。が置いてある感じになります。ちょっと足元はまだここがね、ここが一番汚いんでちょっとあんまりお見せできないですね。ということで、私の部屋こんな感じでございました。ちょっと長めになってしまったかもしれないんですけれども、いかがだったでしょうか。久しぶりの部屋紹介だったんですが、ちょっと細かいところまではね、ちょっと追い込んで説明してないんですけど、おおよそこんな感じです。なので、最近ちょっとここで作業するのにも、まあ、後ろのテレビですね。ゲームするのにも、すごく快適な部屋にはなってますので、まあ、撮影などで外に出ないときは、ほとんどここで過ごしております、いちいち。はい。まあ、ある意味ちょっと引きこもり的な。まあ、そうでもないか。外出てるからね。はい。ということで、私の部屋でございました。次回はまた何年後かにやるかもしれませんが、はい。皆様が何か参考になるようなアイテムがあったら嬉しいですね。はい。ご視聴ありがとうございました。普段からガジェット系の話、特にカメラ関係の話が多いんですけれども、そういう話が好きだったらぜひチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ、今回簡単な部屋紹介させてもらったんですけど、今ね、今この状態比較的綺麗な部屋の状態なんですけど、これがいつまで続くかですよね。前回ね、片した時はもう1ヶ月したら、1ヶ月じゃないな。1週間したらもう結構床が散らばり始めてて。どうだろうね。できるだけ維持したいんだけどね。撮影するのもこういうね、広い空間撮れる方が楽だからね。いろいろ床にね、物を置いてもできるし。はい。できるだけちょっと長く維持しようと思います。綺麗な状態を。